鳥越八幡神社は山形県新城市鳥越にある神社である。旧社格は豪社。社殿が国の重要文化財に指定されている。正式名称は八幡神社。鳥越八幡宮とも称す。社殿によれば、寒喜元年に鳥越義信が相模国から鶴岡八幡宮を勧生。これを新八幡宮と称したことに始まるといい、当初は、 荒小屋に祀られていたが、初代新城藩士戸沢先生成の養子となった戸沢正成が、荒小屋で鷹狩りを行った際、足鷹が行方不明になったのを悲しんで、八幡宮に戻ってくるよう祈ったところ、鷹が帝政のもとに舞い戻ったため、その真意に漢字入った帝政が、寛永十五年に、鳥越の地の鳥越建跡,跡に社殿を建立して、八幡宮を移し、 以降代々の藩主に崇計されたという、明治6年号舎に列した。なお、鳥越は、宇州街道に沿った、新城城下に入る手前に位置する地で、源義経の東下りの経路にも当たっており、中世には土豪により、鳥越建てが築かれた場所でもあった。また、元宮である荒小屋の八万宮は、現在も、荒小屋地区に小さな祠として存在している。例祭に、 鳥越神楽が奉納される。本殿が各部の彫刻や色彩に富んだ江戸時代初期の華やかな衣装を有するのに対し、廃殿は早々木造で江戸時代中期の堅実な特色を示し、共に当地方における当時の建築技術の域を伝える建造物として昭和61年12月20日に国の重要文化財に指定された。他に鳥居などがある。 ありがとうございます。